7番ホールパー4。あきちゃん短いっすよ、ね、いやでもなんか見た目的にすごい遠く見えますけどね。でも大体距離が短い時は何かあるっていうのにいるんですよ。なるほど。水と砂がいますね、はい、いますね。なのでいくら短いからといって油断大敵です。皆さん、はい、キャプテン、キャプテンじゃないですか、もう部長じゃないですか。はいとかって言ってかわいい。私に妹ができた。よし、じゃあちょっと左狙いでいきます。はい、ごめんなさい、本当ごめんなさい。あとはお願いします。すいません、7番で打ちます。あ、よかった。ちょっとオーバーかも。じゃあ、どうだろう、オーバーか。乗った気がした。乗った気がした。ナイスです。9番で打ちます。あ、欲しい。でも、コースなりトップしちゃった、またまた。ここあれですね、みんなここに落とすの。ん、なんか、ね、穴ぼこめっちゃある。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。よし、やりがいのある、やりがいある。やりがいある。ショットは良かったんですけど、あれでしたね、ちょっと距離がね足りませんでした。欲しい。超えてればね、ね、絶対良かったですよね。残念。めちゃめちゃ難しい。わあ、難しい。難しい。最初にクラブに入れたのは小学生だったんですけど、
ちゃんと始めたのは高校生くらいから。そうなんだ、はい、きっかけってきっかけは、もともと家族がゴルフ一家だったので。そうなんだ。そうなんです。ちっちゃい3歳くらいの頃からカートに乗ってたみたいです。そうなんだ。カートデビューだけは早かった、はい、あ、じゃあ物心ついてから結構ゴルフ場とかも行って。そうです。お父さんとかのコースに同行してました。そうなんだ。はい。みなみちゃんはゴルフ歴？初めて2年半。2年半。え、結構やってるんだね。はい、彼がやってるのを見て始めました。うん、やりたくなっちゃった。それともやりなよって。やら反強制。反強制。強制最初はいやいややってたんですけど、うん、虫も嫌いだし、うん、ゴルフ場も心配だし、うん、嬉しくて、それが嫌で嫌だなって思ってたけど、なんかやり始めたら楽しくなっちゃって。本当それでハマりました。そっか。え、でもすぐにさ、ハマるのって難しくない？難しかったです。ね、最初当たんなくてさ、うん、なんかきっかけがあったの。ウェアが可愛い。あー、もうウェアが可愛くて、もうファッション感覚できるようになってから。なるほどね。これを着てゴルフ場に行くんだっていうのが楽しくて。そっか。はい、それでハマりました。なるほど、うん、そういう理由もあるんだね。はい、確かに。確かにね。意外とみんな始める理由っていろいろなんですね。113とかあんまないかも。100とかでした。100とかだったの。はい、99かし。じゃあ9番で行きます。はい。やばい、すいません。惜しいです。じゃあ私ピッチングで打ちます。私が最初変なの見せちゃった。打っちゃった。私もピッチングで打ちます。お、いいよ、うん、いいよ、うん、ほぼオン。ナイス。ありがとうございます。いいね。うん。距離感。ね、そんな切れない。そんな切れないですね。前半こうやってスクランブル和気あいあいとできるとなんか仲良くなれるから、うん、確かに、ね、いいよね。スクランブルってそういうメリットありますね。アキちゃん、ここはパー5、422ヤード、はい、前半の最終ホールですね。はい、前半最終ホールです。すごいですね、2コース重なってんですね、9番と18番、ね、なんか白TとかはX になるように、あっちからこう打って18番がこう打つ。ああ、グリーンの位置がちょっと左右違うみたいな、うん、めちゃくちゃトリッキーです、ね、ティーグランドか、うん、ティーグランドの位置がちょっと左右。あ、そう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 、すごいめっちゃ綺麗。とりあえずすぐ打ちます。そう、お願いします。ナイスショー。ナイスショー。いいですね。ありがとうございます。ナイスショー。ナイスショー。ありがとうございます。
かも。それする？オッケー、拾います。いいよ。じゃあちょっと左足下がりなのでユーティリティで打ちます。転がってた。はい、はい、ありがとうございます。一番いいかもしれないです。距離が出たかも、はい、一番いい。まず距離あるね。3段目勝負です ね。その上で花道狙いでいきます、はい、6番やん。飛んでる。あ、行った。私はちょっと攻めてバットで行きます。いいね、やるといいね。お、ナイスショー。すごい、後半最後ナイスね。うん、いい感じ。お疲れ様でした。なんとかスクランブル方式で前半を回ることができました。結果は、42でした、まあ、パーもいくつか取ったし、どうでしたスクランブルでもすごい楽しかった、ね、楽しかった、はい、一番楽しいのがいいよね、うん、楽しくできるのがいいしね。どうでした？自分がミスしても、うん、いい人のボールで、うん、みんなで協力してできるのがすごい楽しかった、ね、チームプレー感があって、うん、すごい良かった、ね。
まあ、いかにこうパワープレーって難しいんだなっていうのは実感できたので、まあ、後半ストロークプレーになってそれぞれ自分のプレーができたらいいなと思います。なので前半42なので、まあ、後半私はちょっと45ぐらいできれば回りたいなと思いますが、またちょっと目標設定したいと思います。スクランブル方式終わったんですけど、また後半も見ていただけるように高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしてます。